今シューマイ、エビシューマイと小籠包を食べに来ています。すみません、お願いします。このまま、こんにちは。今から小籠包と、エビシューマイを一つ食べていきたいと思います。もったいない、もったいない、破れてる。ではいただきます。肉汁がバッチリ。じゃあエビシューマイもいただきます。ちょっとこれ半分だけにします。エビもプリプリで美味しいです。小籠包は普通 の、 あの高いところに行くとリンタイフォンなど 200元ぐらいするんですけど、ここは60元と半額ぐらいなので、皆さんもしよかったら台湾でこう来てください。金の鳥の園ってところです。なんて読みますかこれは。金寺園というところです。ぜひ皆さん来てください。台湾大学の近くの夜市にあります。それでは。醤油入れてなかった。わっ